皆さんこんにちは、豆です。今回は主要な QR コード決済サービス PayPay、LINEPay、MelPay、折り紙 Pay の6月のキャンペーン情報をまとめました。1としているのは、実はまだ6月のキャンペーン情報を公開していないところがあります。公開され次第また新しい動画を作りたいと思っていますので、今回は第1弾ということで1としています。では早速キャンペーン情報をと行きたいところなんですが、その前にお得なお知らせです。この動画のどこかにある文字が表示されます。例えば次のような形です。今のは練習。このような文字がこの動画内でいくつか表示されます。それらの文字を並び替えるとある言葉になります。ある言葉をコメント欄に記入しましょう。このような形。一番初めに正解した方に1000円分のポイントをプレゼントします。このポイントは選択が可能です。PayPay ポイントでも、Amazon ギフトポイントでも構いません。一番初めに正解された方には、私から YouTube のコメント欄にて返信いたしますので、必ずチェックをお願いいたします。それでは本題へ参りましょう。キャンペーン6月まとめ。まずは PayPay から。PayPay は毎月ワクワク PayPay というキャンペーンを実施しています。6月のキャンペーンはこちら。ドラッグストアで最大 20% 還元。こちらのキャンペーンは条件によって還元率が変わります。通常の PayPay ユーザーの場合は 10% 還元です。ソフトバンクユーザー、Y モバイルユーザー、Yahoo プレミアム会員ユーザーであれば 20% 還元が受けられます。還元上限は1回につき1000円分、期間中に合計最大3万円分までの還元を受けられます。対象はキャンペーンポスターがあるドラッグストアです。このようなポスターが貼られてあるドラッグストアは今回のキャンペーンの対象となります。キャンペーン期間は2019年6月1日から30日まで。続いて LINEPay のキャンペーン情報です。LINEPay は 20% 還元キャンペーンを実施します。ペイ得最大 20% 還元。LINEPay 支払いで 20% 還元が受けられます。還元上限は5000円分、期間中に一度でも LINEPay アプリを使用すると上限が1万円分にアップします。対象は LINEPay の対応店舗、ただし LINE カードは対象外となっています。つまり Amazon や Yahoo ショッピングなどで買い物をするときにこのキャンペーンは対象外となります。2019年6月1日から6月9日まで、約1週間の短いキャンペーンとなっています。折り紙ペイに行きましょう。折り紙ペイは5月27日の時点ではキャンペーンの発表はありません。ただし折り紙ペイは特定店舗でのクーポン配布というのが多いため、今月も同様のキャンペーンが実施されるものと思われます。MelPay。 MelPay は初めて利用する方に向けたキャンペーンを実施しています。はじめるペイ 20% 還元。メルペイを初めて使う人を限定に 20% 還元キャンペーンを実施します。還元上限は2000円分、対象は ID の対応店舗もしくはメルペイ対応店舗です。2019年5月21日から6月3日まで。上限は2000円分と他のキャンペーンと比べると少し少ないように感じますが、初めて使う方にとっては十分な金額ではないでしょうか。6月に入ってから3日間しかないので注意が必要です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルはキャッシュレスに関するお得な情報を発信しているチャンネルです。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。